サラゴサの整備センテはカトリック教会と聖教会の聖人、殉教者。スペイン語ではサラゴサのビセンテ、別名ウエスカのビセンテ、日本聖教会ではイスパニアの整備権地と表記される。ウエスカで生まれてサラゴサで生き、304年にディオクレティアのステージ代のキリスト教徒迫害で殉教した。祝日はカトリックでは1月22日。 聖教会では11月11日、ワイン醸造者、酢醸造者の守護聖人。彼の墓はバレンシアにあったことから、ビセンテ信仰の中心地となった。また、オビエドやピレネー山脈を越えたナルボンヌなど、サンティアゴでコンポステーラへと向かう巡礼路で信仰が盛んとなった。西ト東国の王レカレド一世は、聖ビセンテに捧げた聖堂をコルドバに建てた。 この聖堂は711年にムーア人に占領された後、徹底的に破壊された上、調度品はメスキータへ持って行かれた。12世紀頃、リスボーン大聖堂にビセンテの聖遺物がもたらされてから、リスボーンの守護聖人となっている。日本ハリストス聖教会、聖教会歴2008年版。ありがとうございます。